ニューポートビーチはアメリカ合衆国のカリフォルニア州オレンジ郡にある都市。サンターナ市街の南 15km に位置する。人口は85,186人。市内の1家族の平均収入及び資産は全米有数の水準にある。ニューポートメサ地域の地元紙、デイリーパイロットは2010年、市内の4分の1の世帯が、 年収20万ドル以上で、資産は平均およそ100万ドルに上ると報じた。ニューポートビーチ1871年、諸女公開中の蒸気船、バケロ号は交易のため、この湿地帯に寄港した。これにちなみ、一帯の農園主らはこの地を、ニューポートと呼び始めた。パシフィック電鉄が、ロサンゼルスのダウンタウンから、ニューポート南部に延伸された1905年に、 市の発展は軌道に乗り始めた。その翌年にニューポートビーチ市は誕生するが、当時、の人口はわずか206人であった。市内のペニンシュラ、ウェストニューポート、ニューポートアイランド、バルボアイランド、リドアイルの各地区はすでに入植され尽くしている。1923年に、コロナデルマール2002年には、ニューポートコーストイーストサンターナハイツ、 サンホアキンヒルズをそれぞれ編入した。2008年にもコスタメサ市との長年のいがみ合いの末、ウェストサンターナハイツを合わせている。地域は、海抜0メートルからサンホアキン丘陵の、シグナルピークの354メートルまでと幅広いが、公式の標高は8メートルである。西のサンターナ川で、ハンティントンビーチと、北のジョンウェイン空港で、コスタメサ及び、 アーバインと接する。市の東方は、クリスタルコーブ州立公園である。国勢調査局によると、ニューポートビーチ市の総面積は137平方キロで、このうち62平方キロが陸地、総面積の55.07%にあたる76平方キロが水域である。市内は、コロナデルマール、バルボア,アイランド、バルボアペニンシュラ、ニューポートコースト、 サンホアキンヒルズ、サンターナハイツ、ウェストニューポートなどの地区に分かれる。人工島の一つ、リンダ島ニューポート港は1900年代、入江を春節して造営された、半人工港である。バルボア島、ショーバルボア島、コリンズ島、ベ島、ハーバー島、リド島、リンダ島などの人工島が、次々と建設されたが、今では、漏れなく宅地化されている。 ニューポート港はかつて造船や漁業で栄えたが、今ではもっぱらレクリエーションの場である。邸宅や造船所で、海岸線は埋まっている。レクリエーション用の船定数は、西海岸最大の9000席に上る。セーリング、釣り、ボート競技、カヌー、カヤック、パドルボードなど、ボートを使ったアクティビティは何でも人気がある。海に関する経済活動には現在、 サンタカタリナ島へ向かうカタリナフライヤー社のフェリーや港のツアー、スポーツフィッシング、ホエールウォッチングなどが挙げられる。置き釣り屋も数軒ある。ニューポート湾はパシフィックコースとハイウェイ橋で大きく2分される。北部はアッパーニューポート湾やバック湾と呼ばれ、南部はローワーニューポート湾やニューポート港と呼ばれる。北部にもマリーナやランチランプなどの港湾設備はある。 かつて、ニューポート港西部のリド島周辺には、漁船がひしめいていたが、今では、ビジネスセンターが拡挙している。1927年、ニューポート港の入り口に一軒の屋敷が建てられた。中国の伝統的な建築様式のこの屋敷は、チャイナ港部のチャイナハウスとして知られ、ニューポートビーチのランドマーク的存在だった。これは1980年代に取り壊されたが、 今でも、チャイナ港部では、これと同じ屋根が見られる。アッパーニューポート湾は、有史以前のサンターナ川の氾濫で形成された、三角港で、サンディエゴ川からの分流が流れている。1975年に、この大部分を包括するアッパーニューポート湾、生態系保護区が設けられた。アッパーニューポート湾、ロサンゼルス郡とオレンジ郡の沿岸部で見られる、地中海性気候で、 内陸部と比べ中夜及び年間の気温変化は緩い。夏は涼しく冬温暖なカリフォルニアで最も理想的な気候である。ニューポートビーチは西海岸で唯一ココナッツが採れる地でもある。2010年の国勢調査によると市の総人口は85,186人である。人口密度は1,381.7人、平方キロ。 白人が87.3%、アフリカ系が0.7%、ネイティブアメリカンが0.3%、アジア系が7.0%、太平洋諸島系が0.1%、その他が1.6%、根血が2.9%を占める。ヒスパニックの割合は7.2%である。市内の38,751世帯の21.2%は、 未成年と同居し 44.、44.6%は、夫婦で生活している。6.7%の世帯は、未婚の女性。3.1%は、未婚の男性が、世帯主である。未婚の男女の世帯が1846世帯、婚姻関係にある。同性世帯が233世帯ある。33.1%が、単身世帯で 11.、11.4%を、 独居老人の世帯が占める。一世帯あたりの平均辞任は2.19人で、一家庭あたりのそれは2.81人である。世代別では17.3%が18歳以下、7.8%が18歳以上24歳以下、26.2%が25歳以上44歳以下。 29.7%が45歳以上64歳以下、19.0%が65歳以上で、平均年齢は44.0歳である。女性100人に男性が97.1人、18歳以上の女性100人に対しては95.5人いる。市内には44,193件の住居がある。 このうち54.8%が持ち家、45.2%が貸し屋である。校舎の空き家率は7.8%である。人口の59.3%が持ち家に、40.2%が貸し屋に住む。ニューポートビーチの住宅価格は2009年の調査で全米8であった。ニューポートビーチでは共和党が強く、 各政党の登録者数は2010年1月の時点で共和党が34,747人、民主党が13,684人、その他が2,432人、無党派が11,719人であった。同性婚に関するカリフォルニア州提案第8号は賛成51.3%で通したが、妊娠中絶に関する提案第4号は、 反対53.8%で否決した。選挙区は、州上院が第35区、会員が第68区及び第70区に属する。連邦会員では、カリフォルニア州第48選挙区にあたる。選出議員はいずれも共和党所属。フォーチュン500に記載されたことのある、パシフィック生命の本社所在地で、その他アカシアリサーチ。 コネクサント、ギャラルディグループ、ジャズセミコンダクター、パシフィックインベストメントマネジメントなどが拠点を置く。市内のフレッチャー・ジョーンズ・モーターカーズは、世界最大のメルセデス・ベンツ・ディーラーである。かつては、エドワーズ・シアターズや、エア・カリフォルニアもニューポート・ビーチに本社を構えた。市内最大手の法律事務所は、約75人の弁護士を要するストラドリング4日。 カールソン・アンドロースである。市の2010年度包括的財務報告書によると、市内の主な雇用主は、下記の通りである。バルボア・フト・オレンジ・コースト大学セーリング、会議学校1905年のパシフィック、電鉄延伸後、ニューポートビーチには、大勢の海水浴客が訪れるようになった。ビーチは、サンターナ川からバルボア半島を回って、 コロナデルマール州立ビーチ、さらにクリスタルコーブ州立公園へと続くが、ストにニューポート埠頭からサンターナ川にかけてサーファーが集う。バルボア半島先端の通称ウェッジはボディボーダーないしボディサーファーのメッカである。ニューポート埠頭やバルボア埠頭では地元の漁師と観光客が入り混じる。ウェストニューポート十六丁目からニューポート埠頭。 バルボアフ島を通って、バルボア半島の E 町目、F 町目まで 4.7km のブロードウォークが伸びる。アメリカ西海岸最大のレクリエーションボート港である、ニューポート港では、セーリング、釣り、カヌー、カヤック、パドルボードなど、あらゆるボートレジャーが人気である。1908年から毎年クリスマスに開かれる、ボートパレードをニューヨークタイムズは、祝日に、 全米で起きる出来事のトップ10に入ると評した。週末になるとセーリングやカヌーレースが行われるが、中でもエンセナーダ国際ヨットレースは世界最大のヨットレースである。ボート、カヌー、カヤック、アウトリガーカヌーなどのレースはニューポートアクアティックセンターで行われる。オレンジコースト大学セーリング、会議学校はセーリングコースや 沿岸警備隊のライセンスも取れる船員コースを設けている。記念館やその他ウォーターフロントの名称をめぐる港のボートツアーもある。大型のチャーター船で結婚式など特別な日を祝うことができる。レンタルないしチャーター船は業者によって様々な大きさタイプのものが利用可能である。ニューポートハーバー海事博物館ではニューポート港の歴史や産業、 そしてこの海に魅せられてきた人々の足跡を垣間見ることができる。バルボア半島のバルボアパビリオンやバルボア島フェリーは、市の最も有名なランドマークである。パビリオンに隣接して、定員500名のカタリナフライヤーが、サンタカタリナ島のアバロンとの間を結ぶ。近くには、メリーゴーラウンド、観覧車、バンジージャンプ、アーケードゲーム、土産物店、 飲食店街などを備えたバルボア遊園地がある。バルボア島の村の景観も多くの観光者を引きつけている。海沿いに島を一周する遊歩道はウォーキングやジョギング愛好家に人気である。アッパーニューポート湾で立ち漕ぎをする人々アッパーニューポート湾を取り囲むバックベイドライブは自転車やローラーブレード、ジョギング、ウォーキング好きを引きつけている。バードウォッチャーや 自然愛好家は、アッパーニューポート湾生態系保護区や、ピーターメアリーマスインタープレティブセンターを訪ねる。クリスタルコーブ州立公園には、タイドプールや遊歩道が整備され、キャンプもできる。ホエールウォッチングも人気で、ニューポート港から定期船やチャーター船が出ている。ブロードウォークにはおのずと自転車好きが集まる。バルボア半島の数カ所で、ビーチクルーザーがレンタルできる。 バックベイドライブやアッパーニューポート湾周辺の自転車道、ニューポートコーストを経てサンホアキン丘陵に至る山勝ちの道、サンホアキン丘陵やクリスタルコーブ州立公園のマウンテンバイク道などもサイクリストに人気である。パシフィックコーストハイウェイは自動車の交通量もさることながら地域の主要な自転車道である。ニューポートビーチの郊外はほとんどが 自転車圏内にあり、地元民は駐車用地の不足を見越して、近場であれば自転車を好んで使う。ペリカンヒル地域に2コースがある。いずれも近年、ホテルやクラブハウスを併設して、リニューアルオープンした。ファッションアイランドニューポートセンター内の、ファッションアイランドは、地域のショッピング及びエンターテイメントの中心地である。センター内にはこのほか カリフォルニアのアーティストを中心とした現代美術のオレンジ軍美術館がある。ニューポート不当の数ブロックはバーやレストランが集中する歓楽街である。市内では土曜朝にコロナデルマルのマルゲリートアベニューとパシフィックコースト、ハイウェイの角で日曜朝にリド村でそれぞれファーマーズマーケットが開かれる。アーバインカンパニーによって建設された。 ニューポートセンタードライブ全米国際姉妹都市、協会加盟都市、ありがとうございます。